はい、どうも、ライスゲームズのライスです。ではね、やっていきますか。はい、今回は、サイドンのやつをやろうと思うんですけど、レベル60にしてます。とりあえずな。いやー、さっき、キャタピーの、縛りプレイをやってきたんですけど、攻撃力高いね。167。特殊が62で低いね。なんかね、キャタピーはね、130ぐらいかな、攻撃が。で、特殊が90。まあ、90っていうか100ぐらいかな。レベル100で。まあ、そんな感じだったんだけど、まあ、それでいけたんだから、普通にサイドンが岩、地面とかじゃなかったら余裕で勝てるんだけどな。まあ、とりあえずレベル60でいきますか。で、不思議な目。めっちゃ勝った。勝った、勝った。裏技で勝った。死ぬほど勝った。これで勝てる。いける。もう間違いない。今回でクリアします。いや、キャタピオきつかったなぁ。うぅぅ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 ぅ。いや、マジできつかったなぁ。ただ、そっちのレベル上げよりも、俺 SV の、なんだ、まだ、レイド戦をガンガンやってるんだけど、終わんないっす。全然終わんないっす。びっくりするほど笑う。まず何をしたらいいか分かんないからな。まあ、とりあえず、経験値の飴を増やす、プラスお金を増やす。まあ、お金を増やすとか、まあ、なんか、素材を集めるとか、そういう感じでガンガンやってるんだけど、もう全然進まないな。てか、ジュゴン強くね？ジュゴン強くね？オーラミム厄介やな。地震の攻撃、地震。てか、ピカチュウ版のジュゴンはバブル光線ガンガンやってきよったな。でも攻撃力が団地や、団地やな。やっぱ、なんだっけ？キャタピーに比べたら、団地。全然違う。パルシェンとかも全然攻撃当たらなかったもんね。これ岩なだれのね、攻撃、なんか、岩アークとかも岩なだれ使ってきたんだけど、めっちゃ当たるんだよな。ということで、こっちも当たるはず。めっちゃ当たる。1、2回しか避けられなかったんじゃないかな。よし。じゃあ、踏みつけで。体挟むわ。これ死なないと思うんだけどね。4倍だったとしても、死ぬ。4倍でも死ぬ。そんなか。レベル60でもこんな感じなんだ。もう5ずつ上げていこうかな。いや、俺の予想なんだけど、カンナ戦を突破したら、もう全部ガンガンいけると思うんだけどね。雷。踏みつけじゃなんか死にそうにないな。10万ボルトでももしかしたら死なないかもしれないから、雷。はい、外れる。まあ、結局攻撃力下がったから、踏みつけじゃ死ななかったな。まあでも雷はどっちにしろ当たらんで死んでしまったけど、あとバブルと炎か。炎が炎の渦だったらね、割といけるんだ。踏みつけカラーで挟むはダメなんだよな。やっぱパルシェン強えな。キャタピーのやつもやっぱパルシェン強かったんだよな。硬いのって大事だな。硬いこれでパルシェンいけるんじゃないか。次水鉄砲のやつだよな。倒せるか、微妙なところ。よし、いったね。でこれ水鉄砲が結構食らうんだよな。まあ元気のかけらで、まあ、ガンガンやっていくか。ちょっと倍速にして、まあ殻にこもるとか、ド忘れとかするから、まあどうせ水鉄砲しか持ってないから、もう全部回復させての。お、いいねいいね。お、これなら10万ボルトする価値あるかも。ピカでいこうか。殻にこもる、多分4回ぐらいやってるから。雷。しかもこっちの方が早い。くらえ。いいね。いいね。水鉄砲。いやー、一発耐えてほしいけど無理か。タイプ1だもんな。タイプ1の4倍だからな。6倍だからな、約。地震かな。まあ、地震だよな。水エスパーだから吹雪でもいいんだよな、実際。で、凍ってもらえればいいんだけど。
氷タイプは凍らないで、水でエスパーは凍る。うわー全然やな。あれもかなり込むか。あ、それでもあと2回で倒せるな。これいけるぞ。でもこれこんなやったらルージュラも結構割とトントンいけるんじゃないか。うわーいい傷薬。まああと2回は変わらず、まあいい傷薬使った意味がないっていうぐらいのダメージ回復量やな。意味ない。で、殻にこもるね。うわぁ、これ殻にこもる一回耐えるかな。でも次、ルージャーなんだよな。ルージャーでいけるかな。殻にこもるね。そしたら、回復。岩なだれ。多分、岩なだれ一発で倒せると思うから。これで、まあ、地震ちゃんが死んで、で、その後、岩なだれでトーンしたら、もう、上よ。もう上よ。一発当たればな。まあ、ルージュラ普通だな。なんか、ピカチュウ版のルージュラはめっちゃ可愛かったけどね。両手を上に上げて、頭の上に上げて。なんか、俺はもう、エスパイやでーっていう格好しとったな。で、これを、岩なだれ。うわ、レッドパンチ一発耐えそうなんだけど、これ耐えやったらさ、もうレベル60じゃ無理ってことだよな。よし。一発耐える。そして、岩なだれ一発は耐えない。攻撃力高いからね。で、タイプ1、効果抜群、絶対死んだ。よし。これは死んでもらわないと。ただ次のラプラスね。これ一発耐えるかな？これ一発耐えるかどうか見ていい？で、満タンの薬をあえて使って、ハイポンか吹雪。絶対死んだやろな。4倍のタイプ1の120の480。600かな？ 600 ぐらいの威力あるかな？ハイポンで一発で死ぬなら、まずレベル60じゃ勝てないな。勝てないな。もうちょい上げるか。もうちょいレベル上げるか。レベル5ずつね、上げてね、やっていきますか。これはもう負けだな。これはもう無理です。氷タイプは凍らないんで踏みつけ。ハイドロポンプね。全部当たる。まあ5ずつ上げていきますか。不思議な波をね、トントンと。もう技覚えないよな。レベル55から、おまだ覚える。突進か。まあ、どうせ死ぬから突進に変えてもいいな。踏みつけがある場合。踏みつけはそんなにコイル高くないもんな。突進は、コイル120ぐらいあるんかな。まあ、つまりつくがあるがいいか。で、どんどん上げていこう。190もあるんだ。攻撃力。結構高いね。あ、いや、地震のコイル高いんか？いや、これ5上がっただけでもだいぶ高いな。お、190普通にあるね。うわ、これいけそう。5上がっただけでも全然違うやん。190ってやばいな。全然いけるで。これはいけるで。ちょっと長いけど、不思議な目、与えるのが。突進ね。岩投げっていう名前やけどさ、なんか岩なだれ覚えたんかと思った、一瞬。え？って思ったわ。岩投げ？いや、って、ちょっとはてな。突進を踏みつけ。これいけるやろ。バブルはでもちょっとあれやな。能力低いな。やっぱ能力全然違うね。177がおれば、190のやつおるもんな。こいつは183なんだ。188。上の2匹が高いんか？お、190。炎は190なんだな。地震は？地震も高かったよね。おう、地震一番高い。193、いいね。アイスは？おー、地震めっちゃ強いじゃん。まあ、とりあえずこの岩投げを一番上にして、こいつをまずパルシェンとジュゴンを一発で仕留められると思うから、ただね、相手の攻撃の方が早かったりしたら、意味ねえんだよな。でもいけると思う。レベル100、さすがに63いけると思うけどな。そう考えると、ファイヤーより弱いな、サイドンは。まあ、相手水、っていうか氷、水氷だもんな。そりゃそうだよな。相性が悪いからな。相性悪すぎだからな。まあ、相性悪すぎとはいえ、初代のポケモンって、草毒、
もしくは水タイプがめっちゃ多いんだよな。弱点もろ出しです。もろもろもろ出しです。よし、一発いいね。一発これオーロラビームならワンチャン耐えるぞ。体挟むは耐えない。一発は耐えるか、もしかして。もしかしてだけど耐えるんですよね。じゃあ一回帰って、もうピカいらねえから、もう特殊なんて使わねえから、一回変えてのオーラビーム一回耐えて、急所一発耐えたね。満タンの薬で岩投げを回復しての体挟むで、で、岩投げを出していく。岩投げ。うわー、体挟むか。体挟むわな、ちょっとな。回復使っていくかな。2回は絶対続くから、3回目は分からない。よし、全然ダメだ。満タンの薬使って、はい、ほい。うわ、まだか。空で挟む、マジで厄介だな。岩なだれ、オラビーム、一発耐えろ、頑張れ。うわー、急所絶対耐えんやん。絶対耐えないじゃん。じゃあ地震でいくか。あー、地震じゃ一発じゃ、あ、まあ結局パルシェ一発は無理か。よし、体で挟む、そんな簡単にいっぱい当たったらいかんよ。 85% ぐらいやろ、地震は半分。うわ、結構食らうじゃん。うわ、そしたら岩なだれ一発やな。確実に、確実に一発やな。急所当たるね。もういけ。突進や、突進。覚えたばかりの突進です。よし、オーロビーム最高。急所じゃないよね。そんな、急所ポンポン出ても困る。あー、これ下がってる。うわー、これ下がった分倒せんやった。最悪。あー、こういう下がった分マジで倒せんやったな。じゃあ、アイス。突進でも何でも踏みつけでも。突進だな。突進で正解。これ倒せるんじゃないか。ギリギリいけない。うわ、また体挟むだ。おもんねーこいつ。マジおもんねー。しかも回復途中であれなんだ、体で挟むとかできるんだ。ずるいな。もう70にするか。めんどくせえから70にするか。よーい。そしたらレベル70にしていきました。もういろんな技を使ってあーだこーだする、何の意味もなくなったな。もう岩投げでとりあえず倒します。意味ねえんだよ、どうせもう地震とか岩なだれの方が食らうんだよね。いいね、全然食らうくなった。さすがレベル70だな。てかレベル70ってミュウツーだからね。ちなみにミュウツーレベル70で全部サイコキネスで倒せるから、もうあれだから視点の全員横並びにしてサイコキネストーンってしたら全員倒れていくぐらいの強さあるから。岩なだれ、よしよし、終わってる。お、いいね、オーラビーム。たとえ攻撃力が下がろうとも。なんで急所当たるん。いや、でも地震で倒せるか。もうレベル5、あ、しかもこっちの方が早い。レベル70だもんな。レベル70だもんな。レベル70やったらもうピカチュウでいける。ピカチュウでカンナ戦いける。タイプ相性ってそれぐらい大事だから。倍近く。まあサイドンは異常だもんな、4倍だもんな。で次はヤドランね。まあまあ自信そのままで、こっちの方が速いから。ヤドランは弱いから、あのスピード低いとかマジゴミだから。で殻にこもるとかしたらワオー。まあ、な、かい、これ、元気のかけら、岩なだれ、岩投げのやつにあって、で、バカだからなんか変なことするから、岩投げに、これ、満タンの薬、水鉄砲死ぬ。で、こっちの方が早いだろ、次。じゃあもうこれで終わりよ。岩なだれ。あー、な、これでいいじゃん。まあ、殻にこもったとて。とーん。はい。はい、残る。うん、じゃあ、あと踏みつけて。こっちの早いんでね。よし。完璧。完璧ではなかったけど。まあ、ええやろう。やっぱ、レベル70になると余裕だな。岩なだれ。おる。相手の方が早いんだ。まあ、分かってたけど。
わあ、びっくりした。そのままグイーンって行くんかと思った。吸収やったら死んでるもんな。でもこれはもう終わりよ、絶対死んだ。ただ次のラプなんだよな。結局吹雪とかハイポンで死ぬんやったら意味がない。あー、ハイポン、ハイポン当たっちゃうね。まあ当たる当たらないの話だから、あと何体、あと4体もいるなら、まあ、なんとかなるよ。もうなんとかなる。次ピカがおるからな。突進。一発で死ぬかな。吹雪 120?4 倍 ?120 の240、480の1.5。 1.5。 タイプ1で 1.5、480だから、まあ、600ちょい、600過ぎ、700ぐらいいってるかな。でも耐える、レベル70なんでね。はい、氷付けになった。はい、氷付けになった。はい、意味わかりません。やっと攻撃できるかと思ったら、で一発耐えたな。炎の HP が250で、うわー、一番高いんか。250で特殊いくらだったんだろうな。まあ見たらわかるか。突進。これ吹雪耐えるか耐えないかで、さっきのがわかるね。さっきなんかもうギリギリやったよな。5か6ぐらいやったよな。うぃー、突進。うぃー、はい、さよならバイバイ。結局死んじゃうんだよな。まあ、結局意味ないからな。で、これね、ピカ。これはね、雷いきます。早い、こっちのが。なんで？しかも当たる。よっしゃ、しかも倒す。はい、勝ちです。もう四天王戦、もう全部俺の勝ち。もう勝ち。もう勝ち。神奈戦突破したらもう勝ちよ。もう勝ち勝ち。もう勝ち確よ。勝ち勝ち確。勝ち、はい、勝ち勝ち確。確確確。もう確確やろ。もうガクガクやろ。これは来たで。よし、じゃあ、当初の予定通り、いろんな技使っていきますか。やっといろんな技使える。岩なだれか、地震が一番、食らう感じだったから、雷が、まあ、効果抜群であったとしても、命中が70だったからな、ちょっと使いづらかったところはあるけど、相手が弱くならこっちはバブル。ちなみに波乗りはなんかの消えた。バブル光線、よし、相手の方が早いんだ。こっちレベル70なのに。よっしゃ、急所に当たって効果抜群、8倍、 8K。でビアラね、エビアワラは突進でいいかな。バブル光線でもいいかな。どうせあいつ特殊低いから。ただ冷凍パンチの4倍は8倍で、それ8倍で80ぐらいしか食らってねえな。やばいな、全然突進当たらないけど。え、突進ってそんなに低いっけ。はい、冷凍パンチ当たらん、全然食らわんねえ。当たってはいるけど、突進の反動だいぶやべえな。うえ、なんでこっちの方が早いんだ。なんかこっちが早かったり相手が早かったり、まあ、よくわかんないな。でサムラー防御がめちゃくちゃ低いから、突進一発与えたら結構いいとは思うんだけど、はい、耐えてくる。でサムラー倒したらこっちも死ぬんじゃないか。4、次ワークね。でこっちの方が早いよな、相手の方が早いんだよな。今見た怒りでさ、あのダメージ、ああさすがに死んだかと思ったら1しか食らえた。1 まあ攻撃力ポッポーで怒りの威力が20、まあ、耐えたりより低いわけよ。そりゃね無理よ。すごっ、怒りどんだけ弱えん。じゃあ突進でお疲れ様です。お疲れさまん。相手に攻撃をさせない、攻撃する前に倒す。地震使いたくないな。炎にしようか。この炎って何のためにこいつを覚えさせたんやろ。まあ、怪力でいくか。なんかさ、草タイプと毒タイプってめっちゃ初代って確か多いんだよ。ね、一匹も出てこん。確か一匹も出てこんよ。ナッシーとかぐらい。ライバルが持ったやつ。出てこんよね。いろんなさ、ポケモン使ったらいいのにさ、もうこいつに至ってはさ、ゲンガー3体使ってくるからね。
さっきのやつなんて、うん、ゲンガー2体か。ゲンガー2体ゴースト1体やな。ひどい。で、シワに関しては、いわく2体使ってるし、もうちょっといろんなポケモン使った方がいいと思うけど。あ、で、ちょっと思ったのが、その、キャタピー一匹縛りやるときに、はい、地震やるときに、あの、チャンピオンロードを普通にあの、実況しながらもやっちゃったんだよ。普通大体カットするんだけど、まあちょっとね、雑談を交えながらやったんだけど、チャンピオンロードのトレーナーって、結構いろんなポケモンが出てきて、面白いなと思ったんだけど、それのさ、縛りプレイ、面白いんかなってちょっと思っちゃったな。だから、まあ、四天王と同じように、いろんなポケモンが出るからさ、まあ、こっちもいろんなポケモンで、そのチャンピオンロードの、なんだろう、トレーナーをなんか皆殺しにしてみたみたいな動画、いいかもしんない。結構いいやつ出てきたよ。不思議だね。不思議そう、カメール、リザード、リザードンみたいなキャラクター使うやつもおったし、なんか空手家も結構なんかいい感じで、いい感じで雑だけど、なんか格闘タイプ使うやつもおれば、なんか他にもなんかキューコンとか使うやつおったし、お、キューコンとか使うんだと思って、いいじゃん。ここなんか縛りプレイできたらいいなと思ったね。まあでも見どころあるのはさ、やっぱ四天王だな。ただチャンピオンロードのところはその回復なしでいくとかね、あえてね、やったらね、またこう盛り上がるんじゃないかなとは思ったりもした。なんか本当にね、いいポケモンばっかり持ってたね。これポケモン青やと結構チャンピオンロードは優遇されてる可能性があるよな。ファイヤーもいるし、なんかね、新鮮だったな、うん、めっちゃ新鮮だった。で、今こうやってサイドンのさ、こういうのやってんじゃん。敵弱くね敵弱くね敵、最初だけなのか、敵弱くない、最初だけだね。やっぱカンナ戦があれだったな、鬼門だったな。パルシェンとラプラスやったな、鬼門にあったのは。もうラプラスとパルシェンだけでよかったわ。それ以外、別に、全部いらんない全部いらない。全然変わってないよ。見てこれ。全部回復させんでもいいんじゃねっていうぐらい。じゃあ、渡るさん行きますかな。まあ、たまには音楽付きで。ドゥン、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 ドゥン。これさ、波乗りとかもあったら全然余裕やったな。だって波乗りとか全部覚えさせる気満々やったし。波乗りなんか捨てちゃったし、百の裏技しすぎて波乗り消えちゃったからな。にっ、にっ、にっ、にあー、今日も髪の毛をちゃんとしっかり立ててるね。はい、ピカチュウにするの忘れた。まあ、そんなことしなくても、あ、ハイドロポンプ。ハイドロポンプ。いや、ギャラドスのハイドロポンプなんて一回耐えるよ。特殊そんなに高くねえだろ。うん、高えわ。うん、高えわ。全然高えわ。じゃあ、ピカ行くか。まあ、レベル12しか変わらんもんな。相手の方が早いんかな。これ10万でいけると思うけどな。ドロポン外し。ドロポンもハイポンも、ハイドロも全部使っていくよ。うわー、倒せんのか。4倍。うわ、これドロポンやべえかもしんない。ちょっとこれドロポンやべえ。これ絶対死んだ。あ、ドロポンやべえわ。岩投げ。突進。あ、ドロポンやべえ。ドロポンやべえわ、マジで。ピッ、アイス。突進。うわぁ、ハイドロやべえわ。ハイドロやべえ。一発も耐えねえな。あれ、ギャラドスが本当の真の怪力。うわぁ、もう、こいつ、ハイドロポンしか使わんやん。ハイドロポンしか使わんやん。終わってしまうんか？おもんな、こいつ。ドロポンしか使わんやん。いや、最後の自信はさ、最後耐えるんじゃないか？どうなん？うわ、おもんな。
うわ、おもんな。もうレベル80にするぞ、こいつら、マジで。よし、じゃあ次は、ね、レベル75だ。よーし、そして全部レベル75にしたわけやけど、ちょっとさ、一つ思ったことがあってさ、まあ、ポッポーとか、コラッタとか、まあ、レベル100にして、まあ、クリアするみたいなことをして、で、あと、キャタピーもレベル100とかにして、まあ、結局ね、まあ、してんのは倒せちゃうんだよなとか思ったんだけど、一つだけ思ったことがある。俺これ、いわく、全部レベル100で、種族値も、あ、じゃあ、努力値もちゃんと育てた、いわくは、もしかしたら、してんの倒せない？してんの唯一、いわくだけ倒せないとかあるんじゃない？あ、でも石つぶてもワンチャン無理か。石つぶてもレベル100になったら、あそこのギャラドスで終わるよな。どうなんやろうな。じゃあ岩投げで。いわーく、ちょっとやってみたいな。クリアできないとか今までなかったから、レベル100ならなんとかなってたから、いわーく系は無理なのかな。石つぶて、まあゴロンやったらギリいけるかもしんないけど、自爆あるから、大爆発あるから、石つぶては大爆発してもそんな攻撃力ないと思うからな。どうなんだろう、ちょっとやってみる。いわーく、石つぶて系のその岩タイプで、ただね、あの一応あの地面だけで四天王というか全部クリアするっていう企画も一応あるから、まあそれやってみて、でもしなんかできそうになかったらちょっとガチでやってみようかな。さすがに種族値全部上げたいわーくならいけるみたいなのはワンチャンあるからな。キャタピーはいけたからな、種族値マックスやけどね。でちなみにポッポーは種族値上げてない状態だったらかなり厳しかったな、てか無理だったな、全然無理だった。あのラプラスが無限に吹雪してくるから、まあ、それ避けん限りはもうずっと吹雪してくるから、無限吹雪やってくるから、あれはもう無理だったな。レベル100の種族値、努力値を上げた状態のポッポーレベル100なら確かね、1回か2回ぐらい耐えるんだよな。で、いけたんだけど、上げてない状態ってのもう無理だったもんね、確か。ドシーン。いやー、ちょっとサイドのレベル75はやばいね。タイプ相性というか、やっぱ4倍のやつって基本あんまり強くないんだな。まあ、ギャラドスは別格やけど。あいつ速いし、声高いし、頭おかしいんだ。てか、レベル75なのにボッコボコにされてんだけど、どうして？岩流れのやつが死んだけ、岩投げが。岩投げ死んだからこんなことになってるよ。ボコボコなんだけど、なんでこんなボコボコなの？めっちゃボコボコ。岩投げ。めっちゃくちゃボコボコ。しかもなんかもう元気のかけら少ないんだけど。やば。うわ、ボコボコ。うわー。ちょっと炎出して。俺どうせ一発で倒せないから、一回満タンの薬で岩投げをマックスにして、はい、冷凍マンチ。冷凍マンチ今まで一回耐えてるよな。なんでルージュラマックスなんだろう、HP。おかしいな。カリキ、冷凍パンチ。やべえな。あれレベル 75? あれ楽しくない。俺キャタピーの時は結構意外といけたんだけどな。全然なんこいつサイド弱いんだけど。いいえ、一回、さっき急所食らったんかな。いけ、あれまた急所、急所そうか、凍ったんか。マジかよ。ボコボコじゃん。レベル75じゃ無理、もう80にしちゃう。80にしちゃう？マジで？サイトどんだけ弱い？やば。これ、ね、地震で一発で倒せんかな？地震やったら倒せると思うけど、ルージュラぐらいやったら。
いけるよね。さすがにいけるよ。なんでこいつになんか3盾か4盾ぐらいされたの、まあ、どうせ吹雪やってくるから元気のかけらで岩投げをグイーン。一発耐えるんだっけ。一発耐えるんだったらと思ったけど、これあれ回復間に合わんな。岩投げ、よっしゃー、きたー。まあ、一回ぐらいは見分けてもらうとね。これ一発、一発ですよね、これ。急所、うえー、急所ね、効果抜群。よかった。ちょっとめんどくさくなってる俺がいる。もうちょっとやりたくねえっていう感じの俺がいる。ちょっとこの辺ちょっとカットしようかな。まあ、あの、渡る線のあのギャラドスまで余裕なんだけど、元気のかけら少ないな。まあでも余裕だろ。よーし、渡る線まで来たよ。いや、なんかちょっと眠くなってきたな。退屈。退屈だな。この渡るが、俺の退屈を解消させてくれるだろう。さあ、まずはギャラドス。出てくるよ。相手のが早いんだっけ。え、75に上げたんだっけ。もうこっちの方が早いやろ。終わってんな。いや、一発耐えるんじゃない。無理か。うわー、終わってんな。一発か。まあ、回避待ちか。まずバブルで。これ無理だな。これ無理だなってか、もうやりたくないな。俺もうこれやりたくない。辛いっす。もうギャラドスが楽しそうだもん、あいつ。一発でさ、もうサイドンどもをさ、バッタバッタ倒していくけんさ、なんかあいつ楽しそう。なんか、楽しくない、こいつ。全然、全部当ててくるしさ、頭おかしいんだよな、こいつ。頭、どうなったあいつ。うえー、怪力。こういう時に怪力、破壊光線使ってくれんかな。破壊光線。うわー。あいつ楽しそう。あいつちょっと電光石火でもあれば全然違うんだけどさ、ないんだよな。あー、もうほんと楽しそう。ギャラドスマジ楽しそう。じゃあ順番ずつアイスいくか。楽しそう、あいつ。はい、よいしょ、また落ちた。よいしょ、ハイポン避け待ち。あ、しかもちょうどアイス。イエーイ。ヘイレッドビーム、ヘイレッドビーム。よーし、倒したな。よかったよかった。ハイポン避け待ちです。いけ、うえー。まあまあの攻撃力だね。やっぱ何でも使えるからこういうところはいいんだよな。まあでも突進でも同じ攻撃力だとは思うんだけどね。ただ白竜やっだり、海流だったりプテラだったりすると話が変わるわけよ。まだレトビーム。しかもプテラに関してはあれだからね、破壊光線とか岩なだれとかしてもそこ全然効かないからね。もう一回遊んでもいいぐらい。一回遊ぼっか。一回遊んじゃうか、プテラで。プテラで一回回復しよう。元気のかけらあと2つしかないか。まあ、1回回復して、んにゃっ。チョンパね。まあ、チョンパはゴミなんで、吹雪。はい、4倍。はい、お疲れ様です。もう絶対死んだ。プテラ4匹分全員死んだ。全然死んでない。え ?4 倍じゃないの？岩飛行で4倍じゃないの？レートビーム。まあ、レートビーム2回、8倍は死ぬ。8倍は死ぬな。まあ、帰るよね。もう全然吹雪で。お、赤い子さん、全然いいっすよ。超音波なのに。超音波はね、あんまり混乱しないんだけどな。混乱しても自分に攻撃することあんまりないんだけどな。はい、終わり。急所になって効果抜群8倍。あー、楽しい。やっぱね、一発で倒せるのが気持ちよくていいんだよ。今渡るのギャラドスめっちゃ気持ちよさそうだったもんな。で、ちょっともう元気のかけらないんで、不思議な飴使います。不思議な飴を使うと、あの
進化するし、あ、進化、レベルアップするし、回復もします。でも回復全然ないんで、ちょっと、不思議な目で回復させます。ちょっともう回復、買う金がもうなくなっちゃったんで、まあさすがにね、ちょっとここはね、使わせてほしい。で、最初は多分ピジョットだから、岩投げを使っていこう。で、ピジョット、ユン、フーディン、サイドン、まあ、ナッシーか、ギャードスか、ナッシーか、ギャードスか、ガーディ。ガーディ？ガーディ？ウィンディ。ガーディ、ガーディ、ウィンディ。ガーディ、ガーディ、ウィンディ。まあ、ウィンディが出てくるから、まあ、もうそいつはもう穴掘るでも地震でも何でも、何でもござれ。で、まずはピジョット、多分早いから岩の垂れ。オウム返し。関係ないね。なんでオウム返し？何もできないからかな。空飛ぼうが、翼で撃つしようが、まあ、突進しようが何しようが、効果今一つというね。まあ、それでピジョットは死んでいくと。で、フーディンね。フーディンは別に何でもいいんだけど、あ、踏みつけで死ぬわ。もう上からトーン！頭蓋骨をトーン踏みつけよ。最高検出はどんなもん？まあ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 。4倍じゃなけりゃ、そんだけしか食らわんもんよ。さすがのフーディンの最高記念室で出会っても3分の1しか食らいません。余裕です。アサイドンね。あー、お前はもう余裕だから満タンの薬1回使って、こいつ角ど乱れ好き、角でつく、尻尾を振る、角ドリルやったかな。穴掘るでいっか。レベル差でも絶対勝つ。同じポケモンだし、効果抜群だし、死ぬし、弱いし、雑魚落つ。雑魚だな。わ、ギャラドス来たね。岩投げ。岩なだれ。うわぁ。岩なだれで倒せればよかったんやけどね。やっぱギャラか。やっぱギャラか。やっぱ死ぬよね。まあ、急所でもないの一発やったな。まあでも、こんだけいるから、ポケモン。まあ、何回か外してくれるでしょう。よし。80% だからな、ハイポンは。しかも急所。えい。まあね、さっき、前回あんだけ当たったからね。で、ウィンディーか。お、ちょうどいい、バブル光線。吠える。吠える。出た、吠えて、火の粉吹く。犬ころ。ただの犬ころ。ちょっと炎技が使える犬ころ。本当は神速とかダイモンドとか解放者とかすごいかっこいい技覚えるんだけど、このウィンディは火の粉と吠えるしか覚えてません。あと鳴き声とか尻尾を振るとか、よくわからないです。で、不思議花最後来たね。あ、ダイモンド使いたい。ダイモンド使おう。こいつ死んでからいいや。こいつ死んでからでいいや。でも死ないよね。あ、メガトレイン4倍か？やべえか？てか相手の方が早いんだ。お、死なない。死んだかと思ったけど。あ、これは死んだね。うわ、もう突進で倒しちゃうところだった。ちょ、ダイモンジ使いたいんす。てか、草タイプ。不思議花だけ。ナッシーも出てこんやったし。さあ、ダイモンジ。最初で最後のダイモンジ。葉っぱ買った。急所。急所。急所。あれ？葉っぱ買ったらやばくない？絶対吸収の効果抜群じゃん。え、しかも 95% とかやなかったっけ？やば。もう勝てえじゃん。吹雪。あ。葉っぱ買ったらすればいいのに。ソーラービームとかわけわからんことするっけ？吹雪で終わらない。なに？レッドビーム。にゃ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 。嘘やん。吹雪で倒せんのか。てか、レベル65って結構高いな。こっち75なんだけど。うわ、マジか。ちょっとショックなんだけど。え、これでもメガドレインとかされたらやべえぞ。あー、してきたね。してきたね。どんぐらい食らうかな。さすがに死にやすしねーやろう。ね、回復したね。しかも当たらないと最悪。うわ、もう最悪。ああ、もう最悪だ。ああ、もう最悪だ。ああ、うぅ。
マジかよ。もう75で勝てんともうやめるからね、今回。もう終わりです。これ地震効果抜群だっけ？いけるやろ。はい。あ、空見る。よかった。これで倒せるんじゃない？もしかして。地震が一番強いの、結局。吹雪とかある。結局地震効果抜群だし。はい、結局地震。あぶねえ。結局いろんな技であだこうだ。意味なかったな。岩なだれと地震で十分だったな。うわ、これさ、マジで湯ワーク、と石つぶてとか、クリアできんと思う。うん。はい、俺の勝ちと。ギリギリでした。いや、マジギリギリだった。俺正直もう、最後、不思議花が葉っぱがあったら連打してきた。あ、俺負けた。僕負けた。ってなってたから、もうやめる予定、もうやめる体制に入ってた。あ、もう今回無理だったなーとか思ったけど、全然行ったな。全然行ったわ。なんかよくわからん。ソーラービームとかしてきたし、メガドレインとかも割とナメプというか、一発で倒せないから、ずっと葉っぱがあったすればいいものの。で、ギャラドスはさ、破壊光線とハイドロポンプ、あと他のやつがあったと思うけど、竜の怒りとか。効果抜群のやつを多分優先的に使うから、ハイポンしか打たんたな、あいつ。全部同じやん。全部同じのサイドンやん。いいね。でも倒したらよかった。てかさ、もしかしてさ、最後でレベル76にさしたけど、レベル76にさして回復するためにやったけど、76じゃないと耐えれんやった場所がもしかしてあったかな。あんまそこら辺はっきりしないけど分からんけど、クリアできたな。クリアできたなじゃねえな。クリアできたなじゃねえよ。75とかもうクリアに入らんわ。もうそんなもう普通はね、50ぐらいで、うわ50でクリアした、すげえじゃん、サイドもやるときはやるやんみたいな感じにもしかしたらなるんかなとか思ったら、75って75、ミュウツー1匹でいけるからね、75やったら。いや、ピカチュウ1匹でもいける。いや、知らんけど。もっと他の、ギャラドスとかやったら絶対いけるから。他のポケモンならもっといってたな。1匹でいけたわ。はい、ということで、こんな感じで、今回なったんですけど、まあ、サイドンはレベル75でも、ギャラドスのハイドロポンプは耐えません。耐えません。耐えんすぎる。びっくりした。一回は耐えると思ったんだけどな。おかしいな。予想外です。じゃあまた次回も、どんどん、まあ、なんか企画的なやつをどんどんやっていくんで、ここまでご視聴ありがとうございました。いやー、眠い。今日はね、眠い。眠い。やるかもしんないけど。